プログレソは、メキシコ・ユカタン州の港湾都市。ユカタン州の北西部にあり、メキシコ湾に面している。ユカタン州の州都であり、ユカタン半島最大の都市であるメリダからの距離は、約3 6トル。2010年の国勢調査による、プログレソの人口は37,369人であり、ユカタン州では6番目に多かった。都市は、 同盟の自治体の中心地である。自治体域は270.10平方キロメートルであり、2010年の自治体人口は53,958人だった。沖合に競り出した桟橋19世紀後半、アメリカ合衆国資本が床端州で取れるエネケン繊維の大量買い占めを行っていた。エネケン産業拡大のためには、 以前から繊維を輸出していた同州のシサル港よりも大規模な港が必要不可欠であった。それゆえ、19世紀末から港のインフラストラクチャーが整備され、メディダとプログレソを結ぶ鉄道も開通した。これは、ユカタン州で初めて開業した鉄道路線である。プログレソの町から130キロメートル沖合には、ペレストを含むアラクラネス岩礁国立公園がある。 プログレソは、漁業と貨物輸送の中心地であり、プレグレソに集まった荷物は、ユカタン州、カンペチ州、キンタナロー州に配送される。プログレソは、リゾート地としても開発され、大型クルーズ船が停泊する港湾でもある。1989年には、遠浅の沖合に向かって6.5キロメートルも、整理出した、長大な桟橋が完成した。クルーズ船の乗客は、 プレグレソで船を降りた後、プログレソやメリタの街を観光したり、ウシュマルやズイビルチャルトゥンなど、マヤ文明の古代遺跡を訪れる。7月から8月にはビーチが人々で埋め尽くされるが、その多くは国内からの観光客であり、メリタ在住の富裕層が、海沿いの良好な環境を求めて夏季のみ滞在することもある。ありがとうございます。